親しい知人の方なんですがこの人がね「ゆんちゃん僕はね広島県の三好というところの生まれなんだけど三好というところはね古くからもののけ伝説があるところなんだよ」で夏にねちょっとそのお祭りがあるんだけどもしよかったら三好で来て怪談話やってくれないかなって頼まれたんですよね。ちょうどあの私夏の全国ツアーの最中で、まあ、そちらの方行ってたんで「ああいいですよ」ってお引き受けしたわけだ。 言ってみますとね、まあ、大きな階段があってで次々と出し物があるわけですよね。演芸があったり踊りがあったりして「私が一番最後なんですよね鳥なんだ」。るんですよ。で、階段これ無事にね時間通りピタッとこう終わったんで「さあ」引っ込もうかなと思ったら後ろでね「もう少し続けてください」って声がしたんですよ。女の,子の声なんだ。あ 女性の司会者なんであの人が来て行ったんだなと思ったんでそのまんま会談をして20分ほどオーバーして引っ込んだらばねうちのマネ姉ちゃんが「1時間でぴったり終わってるのに20分ぐらいオーバーしましたね」って言うから「ああいやあの女性司会者が来てねもう少し続けてくれ」って言ったんでそれで続けたんだよって言ったら「ええあの人行ってませんよ」っていやいや来たよ」って言ったら「いやいやあの人行ってない」おかしいと思ってその女性の司会者のところ行って「いらっしゃいましたよね」って言ったら「いえ本番中ですから行ってません」って言う。 これおかしいな確かに聞いたんだ声をね空目見ても思えないしなと思ったでまあ無事ここでのね仕事も終えて打ち上げですよね近くの寮邸か何かですよお座敷でもって広いところみんなだ揃ってでぞうって呼ばれて行ったわけだところはみんな携帯が鳴りっぱなしなんですよでみんなこっち向いてるんですよえうんうんうんえなんだろうどうも自分に関係があることをね話してるそんな感じがしたんですよで一人生きて 今のの役場の電話がでですすねパンク寸前なんですよ稲川さんがお話をしているあの終わりごろ後ろに女の人が立ってたいつ現れたか分からないで話が終わったらスーッとね天井にこう消えるようにしていなくなったんだけど「あれってどんな仕掛けだ?」って言うんですよね「え私何もしてない」向こうでも言ってるんですよ「今電話が来ましてね」で稲川さんのお話の最中に女の人が後ろに立ってた」って言うんですよ「同じことを言うんだ」遅れて10人ぐらい来たんですよ。 この人たちはあの役場の関係の人とその今回のねイベントの関係ので要するに全部の片付けが済んでで戻ってきたわけだところが入ってくる前に、ね、稲川さんすいません私も女房を見てるんだけどあの稲川の話の終わり頃ね女性がこう立っててでスッと消えたの聞したんですあれなんですって言うんですよとそこにいた十人みんなそれ見てるって言うんですよこの席にはね新聞記者だとか雑誌記者の方も見てるんですよねでみんな見たって言うんですよこれもう話もうきリですよ盛り上がってね。 おかとい,いうことは私が聞いた「もう少し続けてください」って言ったのはその女の人ですよね。でまあ小さなホテルでねフロントで鍵をもらってマネージャーとエレベーターになってちゃんとて6階を押した。えー、ってなってねチゃんと開いたんですよ。話しながら2人持って部屋のところへ行ってマネージャーが鍵を出してね開けようと思ったらこれ開かないんだ。 あれって言ったらそれ3階なんですよあんたこれ三階だ人の部屋だよ中に人いたら驚けよそんなのって慌ててね戻ってったああまたエレベーター止まってたってマネージャー言ったんですよねで私も乗り込もうとして,てひょいっと見た通路の奥今自分たちがいたところ女の人がってるんですよそれありえない高高の距離しかないんですよ小さなホテルなんだから今そこに立ってるということは我々がエレベーター行くときにどっかのドアが開くとかさすれ違わなくて無理なんだ あんな人いたわけないし、いないんだもん、だって大体、何か立ってるんだ、なんて助にいるんだろうって、思ったんですが、エレベーターの中で持ってマネージャー待って,て乗っちゃったんだな、カーンとしまってスーッと行って六回、ドアが開いて部屋行きましたよ、会議が開いてね、あいじゃあおやすみーマネージャー、あいおやすみなさい、帰ってった、明日のことがあるしね、さあ飲んだし寝ようと思って、ベッド入ったわけだ、そいつ眠りについた、どれほど時間が経ったのかな、なんかふわーって、音が聞こえてくるんですよ、おしゃべりしてるんだ、 女の声なんですよ。えー、うるさいなぁと思った。何だろう。何が言ってるの。こんな時間になって。こう壁が薄いんだなぁと思ってそのうちに頭の先じゃない。足の方なんで。あ、またテレビつけたまま寝ちゃったのかなぁと思って見たんですよね。でもテレビ消えてるんだ。で声がしてる。なんだかその声ね。自分の部屋の中で知る。そんな感じがするんですよ。ずいぶん聞こえてくるなぁと思って。面倒だからさ。クーって目をつぶった。話してるんですよ。でもだん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 ふーっとおかってて。 寝ちゃったんですね朝になってマネージャーが来たんで「昨日さなんだか知らない女がおしゃべりしてる声でも」ってうるさくて「なかなか眠れなかったよ」って言ったら「えそっちですか?」って言うんですよ。私が寝てるベッドの頭壁の方指さすわけだいや。そっちの部屋じゃなくてこっちの部屋って足の方指さした「えこっち?」って「よそっちからだよ」えー、って言ってどうわけで外へてたのですぐ戻ってきて「そんなことはない」って言うんですよ「何が?」って言ったら「ほら」言われたち見に行った。 そうなんですよね私の部屋はこの建物ねホテルの一番端なんですよもうその向こうに部屋はないわけだ廊下の突き当たりドアが閉まっててガラスの窓があってそうに非常階段があるひ屋をっいたのがホテルの裏ザーッとこれ墓場なんですよで墓場の一部これ整地してね教会作ってるんですよねあれ一体 何だったんでしょうね